はい、どうも、チョブリです。てことで、今日はですね、指名客兼おすすめ選手ランキング、やっていきたいと思います。やっとメンテナンス開けましたね。メンテがあってすぐね、緊急メンテナンスに入ってしまって、今開けましたっていうね、状態ではあるんですけれども、今回ね、指名契約権の方更新ありましたってことで、これですね、おすすめランキングベスト5やっていきたいと思います。こちら一番右に行っていただいて、はい、こちらですね、今回こちら、ヨーロピアン商談パーフェクトイントロダクションってやつと、POTM J リーグっていうね、この2つが更新されました。一番右のね、POTM リーガ BBVA MX ってやつはね、前からあったやつになりますね。なんで今日登場したのはこの2つなんですけれども、いや、このさ、パーフェクトイントロダクションの方さ、これ、めちゃくちゃかっこよくない？なんかもう中二病頃をね、かなりくすぐる、男性は結構タイプの子デザインなんじゃないかと思うんですけれども、はい、今回こんな感じのメンバーになっております。いや、今回ね、このメンツ僕、指名契約権かなりいいんじゃないかなと思っております。最近の指名契約権だからトップクラスにいいんじゃないかなと思ってますね。キュミンジェとかガクポとかで、ね、モリーナとかブライス・メンデスとかアカンジとか結構メンバー的に良くて、これ無料で獲得できるのはかなり熱いんで、よかったらね、見ていていただければなと思います。そしてこちらは J リーグ POTM ということで、こっちもね、指名契約権で獲得できるわけなんですけれども、はい、こんな感じのメンバーになっております。これね、武藤選手とかね、個人的に良かったんですけれども、まあやっぱり正直ね、ガチスカに入ってくるっていうよりかは、まあまあ日本人スカットとかならね、結構いいんじゃないかなっていう感じですね。はい、てことで今回はね、指名契約権ランキングとは言いつつね、こっちのみから選出になります。こっちの中からね、ベスト5やっていきたいと思いますので、まあ、この指名契約権ね、誰でも無料で獲得できるんで、よかったら参考にしてみてください。はい、ということで早速ベスト5から発表していきましょう。はい、てことで、まず5位はこちら、モリーナですね。5位に選ばせていただきました。今回ね、イフットボールハブのでやっていきたかったんですけれども、まだね、このスキューとかがね、バグっていたんで、今回こちらのね、そのままのゲーム画面でやっていきたいと思います。ご了承ください。ということで、このモリーナなんですけれども、26レーンまで上がります。ということで、攻撃的サイドバックですね。できるポジションが右サイドバックと右サイドハーフということで、まあ、かなり足が速めの選手になってますね。まあ、攻撃的サイドバックにあるあるのタイプなんじゃないかなと思っております。26レーンまで上がるってことで、結構ね、タレントポイント触れるんですけれども、もともと割とね、足元とかパス能力者あるんで、まあ、結構ディフェンスに振ってあげてもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、スピード瞬発も頑張れば90乗っかってくると思うんで、スピードに関してはすぐ90乗りそうですよね。いや、これは結構足が速い攻撃サイドバックとしてはかなり優秀なんじゃないかなと思います。そしてね、スキル見ていくと、ピンポイントクロス、インターセプト、闘争心ってことで、まあスキル追加少しね、してあげた方がいいかなっていう感じではあるんですけれども、まあピンポイントクロスとインターセプト、これ持ってるのはいいポイントですよね。ちょっと逆足の頻度が普通、精度が普通、波が小さいということで、まあ、波小さいのでね、これからも使ってあげれるんじゃないかなと思っております。まあやっぱりサイドバックでこの足の速さっていうのはかなり魅力的ですよね。カイルウォーカーとかはめちゃくちゃ速いですけれども、ほんとそれに匹敵するぐらいね、スピードに関してはあるのかなっていうふうに思うんで、まあ例えばね、完全に攻撃特化の右サイドバックとか、あとはまあ少しバランスよくディフェンスを上げてあげるとか、まあ自分好みに育成してあげるといいんじゃないかなと思いますね。まあこの俊足の右サイドバックをね、無料で獲得できるっていうのはかなり熱いんじゃないかなと思います。はい、ってことで5位がモリーナでした。続いて4位見ていきます。はい、てことで4位はこちら、ブライス・メンデスですね。4位に選ばせていただきました。この選手もね、かなり有能なんじゃないかなと僕は思っております。ウイングストライカーということで、できるポジションがね、右ハーフ、右ウイング、 OMF、CMF というわけなんですけども、25レベルまで上がりますということで、タレントポイントが48ポイント振れますね。結構ね、この左側のオフェンスっていう数値がね、高めになってますね。もともとボルコンとフライパスが8乗っかっていて、あとね、スピッシュが若干遅めになってますね。まあなんで僕的にはウイングストライカーの選手ではあるんですけれども、まあ、右ハーフとかウイングで使うってよりかはやっぱり中盤ですね。 OMF とか CMF で使ってあげるといいんじゃないかなと思います。僕的にはやっぱり中盤だとそこまでね、足の速さっていうのは気にならないんじゃないかなっていうのを思うんで、まあ OMF とか CMF が一番いいかなと思ってますね。まあこの選手はやっぱりスピードも80ぐらいまで上げてあげて、あとはね、まあ、ドリブルとかパスとかバランスよく振ってあげるといいんじゃないかなと思っております。スキルこんな感じですね。エッジターン、高画コントロール、ミドルシュート、ワンタッチュート、マリーシアということで、まあまあって感じですかね。まあ、ワンタッチュート、ミドルシュート、今回これ持ってるのはかなりいいポイントなんじゃないかなと思います。まあガチスカル使いたい方はね、まあスキル追加でワンタッチパスとかスルーパスとかね、そこら辺つけてあげると、まあ中盤としてはかなり優秀になってくるかなっていう感じですね。そして逆足の頻度がやや低い、精度が普通、波が普通ということで、ここに関してはね、逆足もあんまり使えなくて何も普通なんで注意かなと思います。まあ正直ね、このスキルとね、この特徴のところに関してはまあ微妙であるんですけれども、25レーンまで上がる中で割とね、能力的には高いかなっていうふうに思うんで、まあこの選手無料で獲得できるならね、結構いいんじゃないかなと思ってますね。できるポジションも結構多いんですけれども、僕的には中盤ですね。 OM
MF か CMF で使うのをお勧めしたいかなと思います。はい、てことで4位がブライス・メンデスでした。続いて3位見ていきます。はい、てことで3位はこちらガクポですね。3位に選ばせていただきました。個人的に今回の指名契約権はこの3位からがねかなり熱いんじゃないかなと思っております。こちら3位にガクポ選ばせてもらったんですけれども、今回のアプリからガクポにねなんと CF 適正が追加されましたということで、いやこれはめちゃくちゃ嬉しいですよね。まあこれまで週刊に登場したガクポはね CF 適正があったことあったんですけれども、スタンダードのガクポはね CF 適正ありませんでしたってことで、この追加はかなり嬉しいんじゃないかなと思います。まあ正直ね前に登場したワールドカップとかのこの週刊のガクポは強すぎて、まあ若干かすむんですけれども、それでも普通に強いかなっていうところですね。レベルが29レベルまで上がりますということで、まあ、相変わらず全体的にかなりバランスがいいノロクチしてますね。左側に関してはこれヘディング以外全部70乗っかってますからね。でスピードも81まであってってことで、まあこの選手はやっぱりバランスよく僕は育成がいいんじゃないかなと思ってます。まあドリブルパス、決定力、そしてまあスピード、瞬発、ボディコン、まあ全体的にバランスよく育成してあげるとこのガクポの良さがね生きてくるんじゃないかなと思っております。まあもともと足は速いんでね、でもこれ脚力頑張ってあげれば90とか乗りそうですよね。そういった意味ではここもいいポイントですね。そしてスキル見ていくと相変わらずガクポスキルかなり優秀ですね。ダブタルーレと持っていて足裏持ってるんで、一応ねエラシコつけてあげれば特殊ダブタにすることができます。そしてコンカドロップシュート、スルーパス、バックスピンのピンポイントクロスということで、いやースキルはめちゃくちゃ優秀ですよね。やっぱり CF でこのコンカダブタルーレットこれは持ってるのかなりいいポイントかなって思いますし、この CF でスルーパス持っているっていうのもかなり魅力的なポイントですよね。そしてピンポイントクロスを持ってるんで、まあ一応サイドでも使ってあげれるんじゃないかなと思います。ただ僕はね個人的に能力的にはね、まあ、サイドよりかは CF で起用してあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。一応 CF で適正してあげるとねウイングストライカーなんで無印で起用できますということで、まあ無印でもねあんまり悪くないんじゃないかなと僕は思ってます。で逆足の頻度が高い、精度が高い、波が小さいということで逆足使えるのもいいポイントですね。波小さいなんでこれからも使ってあげれるんじゃないかなと思います。はい、ってことで最後がガクポでした。続いて2位見ていきます。はい、てことで2位はこちらアカンジですね。2位に選ばせていただきました。今回のアカンジかなり強いんじゃないかなと思います。なんとねレベルが31レベルまで上がりますということで、結構これ上がりますよね。自分好みに育成してあげれるんじゃないかなと思います。アカンジがハードプレスで身長は187センチですね。できるポジションがセンターバックのみということで、いや個人的にサイドバックとかできたらねかなり熱かったかなって思うんですけれども、まあまあねセンターバックとしてもかなり強いんじゃないかなと思います。31レベルまで上がる中でディフェンス能力値かなり高いですよね。まあ守備意識だけ若干低めなんですけれども、もともとアグレッシブネス81まで乗っかってますからね。まあそれ以外もディフェンスセンスが72、ボールダッシュが78ということで、まあセンターバックとしてかなり高いんじゃないかなと思います。スピードも75まであるんでこれ80乗っかってくると思いますし、ジャンプとフィジコンに関してもねフィジコン82まであるんでこれも90乗っかってくるんじゃないかなと思います。でスキル見ていくとこんな感じ、ヘッダーバックスピンアップ、ロングスローマンマーク、インターセプト、ブロックアイアバトル、アクロバティッククリアということで、いやスキルかなり優秀ですよね。しっかりセンターバックに必要なスキルを持っているんじゃないかなと思います。で逆足の頻度が普通、精度が高い、波が普通ということで、これ波普通だけが残念なポイントではあるんですけれども、まあ、それ以外に関しては本当言うことないですよね。まあ、若干守備意識低いですけれども、しっかりねスピードもありますし、アグレッシブネスもこんだけ高いですし、プレイスタイルもハードプレスということで、まあ、レベル上限も高いんでね自分好みに育成できますということで、いやこのセンターバックを無料で獲得できるというのはかなり熱いんじゃないかなと思いますね。まあ波が普通なんでこれからの C 環境を使った後でそこだけは不安ポイントではあるんですけれども、まあこの選手獲得する価値あるんじゃないかなと思いますね。はい、ってこと2位がマヌエル・アカンジでした。続いて1位見ていきます。はい、ってことで1位はこちらキム・ミンジェですね。1位に選ばせていただきました。いやキム・ミンジェ今回のこれめちゃくちゃ強いんじゃないかなと僕は思ってますね。見ていきましょう。まずプレイスタイルがハードプレス、できるポジションがセンターバックで、身長190センチありますということで、まずこれ魅力的ですよね。でレベルが21点まで上がるんですけれども、いやこのディフェンスとフィジカルこれかなり良くないですか。まずフィジカルがねトップ強化で84まであるってことで、これは間違いなく90乗っかってくるんじゃないかってところで、まずまあ競り合いとかこう1対1のフィジカル、これめちゃくちゃ強いと思います。そしてねディフェンスもね、ディフェンス選手とボール出してここ78まで乗っかっていて、アグレッシブネスも77まであって、一応守備意識も74まであるんで、いやこれもね多分守備意識以外は90乗っかってくるんじゃないかなって思うんで、いやかなり魅力的ですね。そしてスキル見ていくとこんな感じ、低弾道ロブ、インターセプト、ブロッカーアウト、サイディングタックル、アクロバティッククリアということで、まあスキル的にも個人的にはいいんじゃないかなと思いますね。まあ欲しいスキルがあったらね
スキル追加で、追加してあげるといいんじゃないかなと思います。で、逆足の頻度が普通、精度が普通、波が小さいっていうことで、いや、波小さいのいいポイントですよね。これからの C 環境でも使ってあげるんじゃないかなと思います。ただ、このキムミンジェね、このボディコンとドリブルの能力がめちゃくちゃ低いんで、ここだけは注意ポイントかなと思いますね。まあ、普段から軽めのセンターバック使ってる方はね、このキムミンジェ使うと、多分めちゃくちゃ重いと思うんで、まあ、そこだけは注意ポイントかなと思います。ただ、それ以外のポイントめちゃくちゃいいですよね。ハードプレスで波が小さいでしっかりスキルも良くて、しかもねフィジカルも84まであって、一応スピードも75まであるんで、ここ80乗っかかってくるかなって思いますし、いや本当に言うことがない優秀なセンターバックなんじゃないかなと思います。まあ、これからの C 環境でもかなり使えるかなって思いますし、このレベルのセンターバックを無料で獲得できるのはね、これはめちゃくちゃ熱いんじゃないかなと思います。まあ、指名契約の昔登場したルディガーとまだはいかないですけれども、それに次ぐらいねかなり優秀なセンターバックなんじゃないかなって思うんで、ぜひこの選手皆さんね無料で獲得してみてください。はい、ってこと1位がキムミンジェでした。ってことで今回は指名契約権おすすめ選手ランキングベスト5ということをやっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。いや結構今回の指名契約権良くないですか。特にトップ3ですね、キムミンジェ、ガクポ、このアカンジ、この3人はかなりいいんじゃないかなと思います。他にも結構ねこの伊藤選手とかもいますし、このベレドゥとかね、あとこっちにいるティンベで、この選手も結構優秀だったんで、僕は結構今回の指名契約権は当たりなんじゃないかなと思います。まあ多分ね保証の指名契約権とかの余ってる方も結構いると思うんで、よかったらねチェックしてみてください。はい、ってことで今回は指名契約権おすすめ選手ランキングということをやっていきました。こんな感じでイフットボールを上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。